はい、ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。今日はですね、ゴルフパートナー松田中央店に来ております。今ね、好評なのがこの、パッティングアプリです。あの G1 の生産、皆さんあのこちらでね購入されて、ずいぶんこれで上達してるというふうに聞いております。これのまあ使い方、ね、用途なんですけれども、まずあの正しい構えをすることが大事ですね。必ず、ね、いつも教えている膝かっくんで、へそをちょっと上に向けて、ね、お尻の穴締めて、お腹に肉を集めるようにして、顔の面を必ず地面と平行にしてください。水平にしてください。そして目と目の間から2回このボールの位置の1個分左ですね、1個分左に来たところがボール位置です。それと必ず軌道はですね、胸で行うということ。胸とこのグリップエンドが同調して動く、これ振り子バランスで振るということです。これを一つの条件にして、このクラブのパターのヒールをですねつけます。真ん中に、そしてヒールを擦るようにしますね。絶対スタートは胸の振り子運動、これただ動かしてしまうとですね、ただ手だけで動かしてしまうと、これ実はこの緩やかなラウンドがついてるんですね。緩やかなラウンドがついてます。手で動かしてしまうと、このように離れてしまいます。まっすぐ引いてまっすぐって、こういう軌道になっちゃって、初めてこのパッティングアーク使った時に、あれ俺こっからヒールから離れてるぞっていう方が結構いらっしゃいましたけど、これはダメですね。きちんとヒールがくっついて、胸でストロークするっていうことが大事です。はい、ヒールをつけます。こういう感じですね。こう黙っててもこの少し緩やかなアークな軌道になります。当たった後少しフェースがね、ストロークが大きくなればなるほどフェース面が少し左を向きます。こちらもそうです。バックスインが大きいほど少しフェースが開いた形になる。戻ります、閉じます、こういう形ですね。はい、あのパッティングアークの2つ目の利点ですね。ここに、枠がありますね。こう1,2,3、 こちらにも1,2,3と振り幅が確認できます。G1 のパッティング論はバックスイング1に対してフォロースルー2、1対2、1対2、ね、ショートパットあればこの半分1対2、1対2、1対2と、ね、普段あの感覚だけでパチンって打ってる人には振り幅を確認できるので、フィーリングをもっともっとこう、研ぎ澄ませてストロークすることができます。はい、あとですね、3つ目、これ実は低く引いて低く出さなくちゃダメ。これがこのように擦り上げる人がいますね。ね、ボールを擦り上げちゃうとこの枠からはみ出ちゃうんです。でフェース面がこう僕よくめくれるって言うんだけど、見えちゃうんですよ、上から見てる僕に。こう見えてるとこうこんな感じですね。そうすると大体あのロングパットでショートする方が非常に多いです。正しくはこうです。こう上から見てフェース面が見えません。で少し当たった後、ね、インパクトの時にはグリップエンドが少し先行してますので、そのままこうボールを押してきます。ですからこの幅枠からはみ出ることは実際ないんですね。本当はこういうふうに打ってる方は間違いですよっていうのを教えてくれるのがこのパッティングアップです。この枠からはみ出る方っていうのは、これ僕めくれるって先ほど言いましたけれども、手首が折れてしまうんですね。手首の折れが原因になっています。そうするとフェース面が上から見ても見えちゃいますね。ボールを押すんではなくて下から擦り上げる形になりますね。手首折れちゃう人は必ずこの上に来ます、ね、
フリップエンドの方がヘッドに少し先行した形で手の甲でこう押せるとはみ出ません。フォローを取るときに脇を締めようとすると手首がもろに折れてしまいますね。左の脇腹はと肘の間で拳こも空いていいんです。こういうふうにストロークできるとこちらもちょっと先行してますよね。そうすると低くストロークできて自然に左脇は離れていくのが正解です。はい、このパッティングアークの前に今ねちょっと厚みのある板を置きましたね。そしてそうね、パターの幅、上と下、5ミリぐらい空いてるような感覚でね、この間隔を取ります。そしてここでまず最初はヒールつけていますね。で素振りします。はい、今度はヒールを離します。両方とも5ミリ5ミリです。これでぶつからないように。ね、こういう練習するとストロークが安定しますね。はい、皆さんね、素振りをするときはこのように側フォークで素振りするとダメです。やはり正面を向いてください。これが一番距離感出ますからね。こういう形です。今ヒールくっつけてます。これ楽ですね。1対2、この時にイメージで1対2の素振りをしてください。1対1じゃないですよ。1対2ボールを押す、フォロースルーでパターが出てきたって感性で押します。はい、そしたら先ほどこれ近づけてきますね。ここです。この間で当たらないように素振りすると、1対2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 、これを実はもう構えたら3回にしてください。123、この後歩き出して構えに入って目線がボールの上に来たらもうバックスイングしてストロークします。距離感を出すにはね、実際の素振りのイメージで3回を素振りする、ね、そして向こう向きながらここの隙間をね当たらないようにストロークできたら、これは相当なね、距離感出せると思います。ぜひ皆さん練習してみてください、はい、G1 読者の皆さんね、このね緩やかなアーク軌道、それと振り幅ですね、そして低くね押し出す、パッティングっていうのはこの、パッティングアークしかできません。ぜひ皆さんこれ購入してください。いいですよ。チャンネル登録はこちらまでお願いします。